こんにちは、翔太です。今回なんですけど、放置少女のですね、公式のツイッターアカウントでですね、先日次回反響のアンケートっていうのが開催されました。だいたいですね2日かなぐらい、経ったかなと思うので、意見としてもまとまってきたかなと思うので、今のタイミングで振り返っていきたいなと思います。今回の次回反響はですね、非常に評判が悪くてですね、結構、クリアできている方はできていると思うんですけど、大半の方が以前よりもですね、クリアできなくて、クリア報酬がですね、あまりもらえなかったっていうところがあって、しかも、報酬もですね、減るのは仕方ないと思うんですけど、期間3分の2に対して半分になっていたりとかした部分もあったので、そういったところでですね、結構難易度が上がった、さらに難易度が上がったっていうところで評判が悪かったです。で、今回ですね、アンケートどのようになったか見ていこうと思います。一つずつ見ていこうと思います。できるかな。はい、とても面白かった 7%。 できなかった。良かった 15%、 あまり良くなかった 31%、 良くなかった 47% っていうところで、良くなかった傾向の、合計がですね 78% かな、っていうところで、8割近い方がやっぱりですね、全体として見ても、今回の次回反響は良くなかったっていうふうに言っているみたいです。で、一応ですね、こちら、4.2 万回表示されていて、3943票入っていると、ちょっと全体のユーザーさんからすると何票、どのぐらいの割合の票が入ったのかっていうところはわからないんですけど、約4000票入ってですね、このような結果っていうところがありますんで、やっぱり今回の次回反響は、サーバーというか、ユーザー全体で見てもですね、ちょっとあまり良くなかったっていう風なものみたいです。もちろん 20% の方はですね、いつも通り良かったと思っていただいているみたいなので、そういった方にはいい次回反響だったのかなと思います。それではですね、どういったコメントがあったのか見ていこうと思います。ちょっと日本語じゃないやつは読めないですけど、例えば、ボスの生後援護をですね、剥がせるキャラを持っていないと全然進まなかった、かなり今回持っているキャラクターに左右されたっていうところで、宝刀の罪悪燃焼もボスの状態上耐性があるから、途中からですね、狂乱に入ると、生後剥がせなくなると。で、難易度が上がって、キャラクターですね、っていうのがかなり今回縛られていたっていうところで、かなりですね、今までは、そうですよね、キャラ選び直せないっていう仕様がですね、次回反響、キャラ選び失敗して積んでしまっているというふうなところがありますね。前回は追走したら、また取る前にリセットできたんで、そこは良かったです。難易度が上がった、否定はしない。交換思想が登場、歓迎。報酬、交換と報酬のかけらが減った。これはやだですよね、やっぱり。でもこれは仕方ないかなと思います。ただ半分ではないですよね。3分の2にしてほしいなと思いました。でクリア報酬に、枝を入れるのは、歓迎ですが、従来の報酬プラス枝の形が良かった。そうですよね、枝が入ったせいでちょっと従来の報酬、混沌のかけらか、それがなくなってしまったというところがあるので、それは残念だったかなと思います。陣営ルテンのルールで条件が変わるとクリアできる可能性があるのはゲーム性があっていい。どんなゲームでもできるやつでクリアが前提になっているのもつまらないと思うので、これは肯定的な意見と思っていいんですかね。こういった意見もあります。で、無課金は5軍ですね。5軍は武将かな、武将の火力を伸ばしてくれる、軍だったと思うんですけど、孫将校と太子寺が足りなくて話になるな。ここは、孫将校は1円でも入れると、120円、今160円かな、でも入れると、孫将校手に入るんですけど、太子寺ってなると3万円必要になってくるんで、ちょっと話が上がってきますよね。初心者というか堅実に SSR 集めていても開始1年未満はムービーだと260は無理だったんじゃないかな。いや、きついと思いますね。私もかなり260無理だったサーバーが多発したので、260はもうかなり上手い方ですよね、多分無課金微課金でそこまで今回行かれた方はかなり上手いなと思います。2週間と思想はナイス、私もここはナイスだと思います。で、難易度が上がったのに報酬減ったのは良くなかった。そうですよね。あそこに票を入れたい。私もそれがあったらそこに票は入れますね。
面白みが減って難易度が上がり、期間短くてイベントに面白みがなかった、やらなきゃというイベントよりもやるとストレスになるようなイベントになるようにならないように調整いただけたらと思う。うん、なるほど。まあ、報酬がめちゃ減ったのと難易度めちゃ上がったので厳しかったです。まあこれですよね、一言で表したのはここかなと思います。期間短縮は良かったが、短縮された期間以上に報酬が減りすぎていた。うんうんうん。で、期間短縮で相対的に難易度も上がって、ステージ260クリアの難易度も難しいと。レギュレーションは個人的には一番好きなやつだっただけに残念。あ、ジンエル展ですね。まあ私もジンエル展が初めて来た時はめちゃめちゃ良かったです。楽しかったんですけど、その後にコスト制が来てめんどくさって思ったんですけど、いざ来てみるとコスト制神だったんで、今はコスト制、ジンエル展、まあ何もない次回反響の順で好きですね、私は。うん、さすがに今回厳しすぎると。ひどすぎた。期間短くしたから報酬も減らしたんでしょうが、難易度上げるとは誰も言っていない。そうですよね、難易度が上がったんですよね。期間短くて報酬減らしただけならまあ仕方ないかってなると思います。難易度が上がった割に救済がない。せめて副賞のリサイクルさせてほしかった。それでいて黒の割に報酬減、今回はやっていて面白くなかったと。美課金にはきつい。推奨したそのキャラも取らなかったことにできるやつに戻してほしい。これは残してもらっていいですよね。うん、これはやってほしいです。すごいギリギリで250でした。報酬減ったのは残念だけど、それでも決勝は装備のかけらを残してほしいので、嬉しいイベントには変わらない。ああ、好転的ですね。難易度的にも面白かった。要望としては全体的に追走の無料分を増やしてほしいと。まあ確かにコロコロ入れ替えてるとすぐなくなってしまうので、そこは増やしてほしいなと思いました。期間短くて報酬減って難易度上がって評価低いに決まってるやろ。そりゃそうだ。うん、はい。報酬減りすぎ、今のイベントとかやってないならすぐに今月第2弾やってもいいですよ、前回みたいな感じでしたら。これはちょっと私はあんまり賛成できないですね。月に2回も時間反響があるとかなり大変なことになると思うので、ちょっとそこはいいかなと思ってます。お疲れ様でした。ああ偉い。とにかく辛かった。まともに剥がせるキャラがいなくてリクソンちゃん急遽登用したけど、ああそうか、そうかリクソン剥がせるキャラか。撃砕キャラもカッシウスだけ。ああそっか、なるほど。デバッファーも全然いなかったですよね。メイン以外の、無課金サバは人だけ取れればまあいいかと無気力で処理しました。まあ私もそんな感じです。素材集めのバランス悪すぎるのは改善必要。サブステージが何しても140以上で成果が出ません。ずっと120回ってるから足りないですね。あ、私もこういう状態になってましたね。副賞もらえないから意味がない。結局手持ちがないと進まなく、質を取れないとかつまらなすぎ。次回反響2週間というのがちょうどよかったです。仮面アップデートでした。ただ難易度は高めでしたね。あと次回反響の時は登用できない副将ちゃんをいろいろと使い倒してみたいので、選択肢が多めで何度も交代できた方がありがたいです。次回以降も期待しています。まあ、かなり、満足度は低かったけど肯定的な意見だなと思いました。まだ結構続くのかな。まあちょっと、手短にやっていきます。まあ、期間短くて難しかったとか、なるほどね。ブラウザに来てないっていうのが良くなかったポイント。 MR 少なくて面白くなかった。期間短かったとはいえまだいいとして、取得アイテムが減ったのはもったいない。期間短いのに敵強い。序盤のスタート出しできないのがきつい。10点満点で1点。難易度高くて118までしか進まなかった。ギリシスを取れたけど難しかった。118は悲しいですね。確かに難しいし報酬も減ってつらい。難易度アップ、報酬ゲームはもうちょっと手心欲しかった。C4 コネクト殺を。ゲームの名前ですかね、ちょっと私わからないです。199の、レベル199のブルーンヒルド持ちで236と。なるほど。今回ほとんど進めなかった。敵が妙に硬かった気が。報酬が260以降もあればいいと思います。一度に対して復活したプレイヤーとしてはキャラが全然揃ってなくて楽しめなかった。まあまあよかった。今回の次回は過去一やばい、再検討お願いします。期間短いのと素材不足で120で止まったまま動けなくなった。ちょっと難しすぎた気がするけど楽しかったからよし。難易度高い中国語、MR 決勝参考。まあこれはしゃあないかなと思います。思想追加のおまけ、思想追加の分おまけしてあまり良くなかった。こんな短期間でさらにクソ経過できる運営さんは素晴らしいと。ちょっときつかった。
AMR 投与してなかったからカシエス溶融機あたり使っても200止まり。あ、でもかなり頑張られたんじゃないかなと思います。モルドレッドもタワーを持ってないやつはブリュンヒルト変えようなって運営からのメッセージだと思いました。うん、つまらない、ストレスたまる、あ、2期目からスルーして今月からは課金もやれた。運営のやり口が汚すぎて もう普通に、楽しむことができないのでデイリー消化のみ。この状態だと一度ログイン、しなくなるとログインしないのに慣れてしまい引退できるかもって、ああ考え中。ムビ課金にはきつかった。難しすぎて MR 決勝3個どころか闘技場400以下で混沌箱2つだけ。また好きないなら声援関連会の課金限定し M 課金では一切入手できないようにすればいい。ああ、そういうことか。混沌と深淵までは、作らせてくれっていうことですかね。過去一最悪。うんうんうん、おそらく前回で無課金税でも260を突破できたから難易度上げたと思うんだけど、ああさじ加減を知らんのかも。なるほど。 MR 決勝がステージ100だったのが160に、5個だったのが3個に減った。そうなんですよ、こういうちょっとステージを上げたっていうところが私はちょっと嫌だったところですね。報酬が減ったのはしゃあないと思ってるんですけど、そこが残念です。解約、ただでさえ報酬が減っているのに難易度まで上がって解約と。まあ次回最大の利点であったいろんなキャラをお試しできる機能が完全に死んでた。まあ確かに次回反響って一応副賞のお試し期間みたいなところがあるので、うん、確かに確かに。まあ特時にリセットできるようにしてほしかったと。熱い掃除に、前回までが良かっただけに本当に残念と。思想は最高、期間短いのも良かった。本当に欲しいったのはちょっとなあ。課金者無課金の線引きというか、課金者の、モチベーションのために320から360ステージぐらいまで面白ってもいいんじゃないかなと思う。あ、上に増やすってことですね。まあそれもありですよね。はい、80% が重ないって草。まあそうですね、課金しているからギリギリ全部、報酬全部取れたけど、そうですよね、課金していて私も結構ギリギリでした。報酬はみんな取れた方がいいと思う。課金税にはランキング争いで報酬状態。そうですよね、枝の方はまあ確かに課金者と無課金の方で、住み分けしていてもいいと思うんですけど、任務の達成報酬はみんな取れるようにしてほしいですね。アンケートの選択肢にとても良くないがないんだ。とてもとてもん？とてもとても良くなかった。なるほど。ポンコツ UI、猫コイン詐欺、次回回復、最近ろくなことしないな。私もこちらの動画あげましたね。はい。まあちょっと返信さらに表示できますけど、ここまでにしようかなと思います。まあ、かなりですね、多くのリプライも、来ているというところで、このリプライは見てるのかな、運営さん見てるのかなとさすがに思います。あの、公式のツイッターとなりますんで、まあ、来てるものは、見れる状態ではあるかなと思うので、ぜひ見ていただいてですね、次回の次回反響、おそらく、まあまた月末ですかね、28かなの金曜日かなと思いますので、まあそのタイミングで、修正した次回反響ですね、次第10回かなと思うんですけど、まあいい感じのですね次回反響にしていただけたらなというふうに思いました。うん、まあ2週間っていうところは維持してもらって、報酬もですね、まあ、3分の2にはしてほしいなと思いますけど、報酬ゲームも仕方ないと思います。まあ、ただその報酬の難易度を上げるのはやめてほしいなと思ったので、そこはですねぜひなんとかしていただきたいなと思います。これで今回の動画は以上にしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、メンバーシップの登録、Twitter のフォロー、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。